ちゃうからね。誰も。お早くなったりするのはなんて早くなったりするんだろう。これ中なの？もしかして。バラの木型ピークの人なんですか。レイスに行ったの言われてるんですか。パパなのかな。え、レイス誰。アントレではない。パパ何人だ。非常に熱に持たせてもらう。何これだわ。誰も見えるようにならないじゃん。僕の力悪い。え、ダブルで確かに。エイスがいつ来るとは限らない。来ないとは。程度のものじゃない。来ない感じの人だけど。あ、来てる来てる。逃げた方がいい。ここから呼び込んでる。大丈夫。推測とかでなんとなく察して動いてるから大丈夫。この辺のスピードの速さな。俺も一応本気出してくるかもしれない。エイサーレイスだけ警戒しないと分かんないから。
アウト能力で、なんとか、いける限りはいい。事情がわからん。見えてる範囲内で見せないと。距離はわかるね。同じ方向行ってんのか。あ、来てるかも。一人来た。エリーと同じ方向で来てる。戻るわ。雨、エリーさんいる。と思ったらいなくなった。慣れるわ。回してる人いればいいんだけど。嫌だよね。以外に回してる人いればいいんだけど、まだ俺は1回だし、2人で回してるところがあるよね。ここはなんとか歩いてるやついるしよ。あっ、雰囲気出るわ。レイスはまだ来る傾向じゃねえし、2人追われてるから大丈夫だよ。左見ればいいよ。他のところを回さないといけないんだ。さあ、次。エース。大丈夫。そうして、してるからここでサポートしねえと間に合わねえから。こちらは本当にもうブラジルの方がうまいと思ってる。コシャンってな、デッドバイオールサッカーワールドクラスだから。ブラジルの10番がいるようなもんだぞ、日本代表に。あとのスタンス。これはこれはヒーローちゃん。待って、お前スーパーエース。気持ちいい。あったぜ。
はい、脱出できてよかったです。はい、これはどうなるのかなと思って、抜群のサポートする能力、抜群のフックの位置がもう壊れるかな。はや、お家芸はや、同じレベルのあれも味方の窮地を救う、かなりあの目に見えないファインプレーだよ。味方の発電機に専念でいい。よし、